ビリオンかけスクールって書いてあるんですけど、読むときはビリオンスクールって読むじゃないですか。だったらお金持ち養成学校にしちゃった方がいいんじゃないのかな、みたいな。だから、はい、こんにちは、花太郎です。今日はですね、笑うマトリョーシカ3話と、ビリオンスクール4話の感想を言っていこうと思ってますので、よろしくお願いいたします。で、今日お話しするのがこちらに貼ってますですね。はい、マトリョーシカ、ビリオンスクールと。はい、そんな感じになります。じゃあ、ざっと言ってきますね。笑うマトリョーシカですね、1話面白かったです。まあ、キャスティングも含めてですね、桜井翔さんのキャスティングも含めて面白かったっていう感じなんですけど、自分が一番面白かったのはですね、道上鈴木清家の関係なんですね。その周りにももちろんいらっしゃいます。いらっしゃいますけど、そこがね、その、鈴木がね、2話でいきなり倒れちゃったっていうことで、まあ一応驚きはあったし、これからどうするんだろうっていう、それはあったにせよ、いざ倒れてしまうと、一番面白かった部分がなんかちょっと抜け落ちてて、もう4話とかそんなにね、清家さんも出てこなかったし、ちょっと話のスピードと、まあ自分が見るモチベーションがちょっと下がってるなっていう感じはすると。ただ、これに関しては、妖艶な感じで田辺桃子さんであったりとか、高岡早紀さんですね、出てくる。一応母ってことなのかな、うん。だと思うんですけど、出てきて、それで楽しみ、ま、ね、楽しみが増えてる人もいるとは思うんですけど、それはどっちかといえばキャラの存在ですもんね。キャラとしてそういうのが出てきたから面白いっていう感じになってるんですけど、関係性という意味では、その、まあ、物語の作劇上、謎の女が出てきましたよっていうだけだからね、まだね。てか、それがどう絡んでいくかっていうのも、どう絡んでいたかを、まあ、基本的には道上さんとの記者の方で、紐解いていく話と思えば、その紐解きミステリーっていうのは、あんまりドラマにした時そんなに面白くないんじゃないのかなっていうところもあると。だから自分では日曜にやってた、綾瀬はるかさんと、高橋一生さんのやつとかもそうですし、まあ、午後の遺言状も、その後面白くなっていたのかな、なんか最後まで見てないような気もするんですけど、あの辺とかも、あんまりね、自分、もともと得意じゃないっていうのもあるかもしれません。だから本当に面白い人は、楽しめてますけど、まあ自分は今のところなんかそんな感じですね。せっかく面白いキャラ出てきたのにっていう感じですね。そんな感じですと。で、あとはですね、ちょっと打足だと感じるのは、道上との、母子の関係ですね。で、これはなんか、噂によるとなんか小説にはなかったっていうらしいんですけど、これなんでわざわざつけたのかなと。だからその道上のところのそのなんか動機的なものがなんとなくちょっと見えづらかったから、そのシングルでも頑張ってるっていうのをつけたかったのか、そのなんかドラマ的なそのほっこりっつうかなんかをつけたかったのかっていう気もするんですけど、大きい取材とかこう乗り込んでいくときに、子供がいた、取材と子供とどっちが、まあ、そこで葛藤させるってことなんですかね、ドラマ的なあれで言ったら。そうすると子供の存在もめっちゃでかくなってくるし、小説としてちゃんとある程度完成されて多分面白いと思われてるから、ドラマにしたと思うんですけど、なんかそこちょっとブレないかなっていう感じもしてると、まあ、これはまあどう繋げていくのかもわかんないし、どうなんですかね。で、あとね、結構豪華な人がいるんですよね。もう自分もね、さっき総括でしたけど、結構いるのはいる。まあもちろん子供時代、大人時代、含めずですよね。含めず結構な数出てるんですよね。出てて、加藤正也さんとかもさ、いい感じで出てたんですよ。で、俺これ見て思い出したから、あ、加藤正也さんも出てたんだ。あの人どうだったんだいとかね。いろいろ気になることはあるけど、なんかやたら出すぎだなっていう感じもちょっとしてて、話としてついていけるのかどうかも、ちょっと疑問かなっていう感じはするっていう感じですね。ただまあ、そろそろもう登場人物は出てくるんで、まあこれから面白くなっていくのかもしれませんっていう感じですね。はい、そんな感じです。で、だからですね、3の根本的な道上の動機。この動機っていうのは何をやりたいかっていうのが、これね、1話の時点からなんかね、レビューアーさんで指摘されてて、この人はな、基本的にはドラマの中で何を達成しなければいけないのかって、これ、わかりやすく言えば、桜井翔さんが実は大病院選挙のあの人いるじゃないですか。まあもちろん患者さんとかもそのね、その、なんか言われたことをクリアしていかないといけないんだけど、なぜクリアしないといけないかって言ったら、基本的には、奥さんと息子、
息子だっけ娘だっけ忘れちゃったけど、こうお子さんを助けるために頑張るっていう、もう誰が見てもわかるこう動機があったと。だからこれもう絶対頑張るしかないんだっていうことで右往左往したっていう。なんかそういうのがないとドラマって意外と基本他人の話だからちょっと見にくいんだよね。うん。だから、なんかその辺もちょっとなんか道上さんのあれもなんか若干弱まってるのかなと。で、ゆらゆらして、そのなんかどっちに行きたいかよくわかんない、そのなんかシンドロームというか迷宮に入っていくっていうのはエルピスとかもそうなんですけど、だったらそういう風にちゃんと見せていった方がいいだろうしっていう、なんかつかめたって思ったらふわっと逃げて、つかめたって思ったらふわっと逃げてって、まあそういうドラマの作りもあるんですけどね。でもそこに関してはやっぱり原作があるからっていうとこなんですけど、だから今のところで言ったら小説で読んだら多分面白いんだろうけどなーみたいな感じではあると。だから小説で言ったらこのなんとかっていうのもその、ね、ルックスを想像したりとか、想像しながら、読ませるっていう感じなんですけど、どうしてもなんかネタ、こうでしたよ、こうでしたよ、こうでしたよっていうだけだから、うん。いや、なんでも言えるでしょ、後からっていう、その、ドラマ的な面白さにはちょっと今のところはまだなってないのかなっていう感じ。ただ今後には期待してますっていう感じですね。結構いい役者出てますからね。で、次がですね、ビリオンスクールやっていきましょう。で、ビリオンスクールに関しては、もう山田涼介さんですね、主演のドラマっていう感じ。で、こちらに関しては、もう最終ですね、各話の最終ぐらい、まあ、特に2話、3話そうですけど、2話の最終、まあ、45分から50分、そのぐらいにかけて、なんとなくドラマ的、学園ドラマ的キュンがちょっと入ってますよっていう感じの作りになってるんですけど、その前のシーンがね、結構ね、ちょっとバラバラになってる感じがするんですよね。AI のシーンですね。AI。まあ、最初はね、ちょっとおふざけっぽいけど、まあ、一応 AI のシーンがあって、で、あと職員室おふざけありますよね。これはね、まあ、作ってる人の意図からすれば、なんだろうな、みんなでそのお芝居楽しもうよっていう感じで、作ってる人が楽しんでるのを、なんかその視聴者さんも楽しく見てくれたらなっていう感じなんですけど、そこがちょっと機能してるのかちょっとよくわからないっていう感じですね。なんかミニコーナーみたいな感じですね。だからこのミニコーナーとしての、あれが機能してるんだったらいいけど、まあ、毎週そこだけが楽しみなんですっていう人がいるのかみたいな。それがちょっと疑問な感じですね。だからミニコーナーとしては神木さん演じるその内巻のコーナーは一応かろうじてね、機能してる感じはするんですけど、職員倉庫だけかな、どうもなってるようななってないようなっていう感じはちょっと今のところはしてるっていう感じですね。まあミニコーナー作るっていうのはありなんだけどな。なんかちょっと題名忘れましたけど、別のドラマのミニコーナーはミニコーナー大好きで見てたドラマもありますからね。そんな感じで。後でもし思い出したら貼っておきますね。はい。じゃあそんな感じです。あとはそのこのドラマの存在意義ですね。まあ、存在意義とか、なんか言うほどのことではないんですけど、一応なんか学園ドラマを作るときに何を見せていくのかってなんかちょっとあるような気もして、なんだろうな。一応作り手さん側として、その学校ものを作るっていう意味は特になくて、まあ山田涼介さんでなんかやろうよっていうことで、こういうんだったらいいんじゃないのかなっていう感じでは作られてる感じはしますよね。でもその割に山田涼介さんのそのなんだろうな、魅力みたいなもの、魅力とかってこう書いてますけど、もうどう考えてるのかのも、いまいちちょっとよくわからないっていうか、その、まあ、CT は、まあ、イケメンだけど、ちょっとなんか、ボンクラっていうことはないけど、そういう感じを楽しむっていうことになるんですけど、多分ファンの方だったらね、山田涼介さんがこんな感じをやってるっていう楽しさもあるだろうし、あとはそこにその、ボンクラ、社長に対して、一応芹沢さん、南春香さんがちょっと姉さん女房的な感じで、まあ、バディっていうかでやっていくっていうことにはなってはいるんですけど、いまいちちょっとあれっていう感じですかね。まあそんな感じですかね。先生もので言ったらね、自分も3年 A 組もちょっと全然ハマれなかったし、顔だけ先生ぐらいなんですよね。ちょっとハマった、これ面白いなって思ったのは思ってたんで、あとは、どうすんのかな。で、これはもう全然関係ない話ってこともないんですけど、そのビリオンスクールっていうタイトルあるじゃないですか。で、ビリオンはなんか1億かなんか知らないけど、なんとかビリオンっていうそのお金の単位ですよね。なんとかドルかなんか知らないけど、ビリオネアとかいうやつかな。そのお金持ちっていうことで。で、スクールって書いてあるけど、ビリオンかけスクールって書いてあるんですけど、読むときはビリオンスクールって読むじゃないですか。だったらお金持ち養成学校にしちゃった方がいいんじゃないのかなみたいな。だから、市村、なんか、
マサチカさんですかね。マサチカさんがあのね、大社長がいて、そこに対する二代目のボンクラ社長が、なんか父親に言われて、お前お金のこと全然分かってんの、お前に任せるのは不安だから、お前ちゃんとね、先生は、先生をやるとなんかほら身につくとかってあるじゃないですか。人に教えることによって自分のなんかこの勉強が身になるとかがあるんで、それでなんか強制的に生かされて、なんかボンクラ、なんかね、お金は持ってるけど、その二代目のボンクラが、その学校の先生をやることによって、なんかなっていくとかの方がなんかちょっとわかりやすかったような気もするっていう感じですね。で、学校に来る人も貧乏なとこから来た子もいれば、小金持ちもいたりとか、なんかそういう感じの中で、でもまあ、どうやったらお金を稼げるかっていうね、皆さん、みんななんか、その、令和、平成、昭和問わず、お金も、ね、お金は大切、ね、お金持ちになりたいっていうのはあるんだから、その時になんかちょっとした豆知識、あ、なるほどね、みたいな感じで、なんだろうな、お金持ち父さんみたいなのをちょっと交じりながら、ちょっとやっていくとか、で、それをや、読んだことを実践していくとかね。で、それを、例えば AI が教えるでもいいじゃないですか。うん。AI のなんかあれに、AI のあれに習って、AI の言うことを聞いて、このボンクラ社長が、このに、お金持ちになる、なるとは、こういうことだってしたら、なんか全然別のことが起こって、とか、で、それを解決していったりとか、また AI に泣きついたり、これどうすればいいのとか泣きついたりして、なんかそういう話でもなんか、それこそね、アイドルの、その山田涼介さんのアイドル性を生かすドラマだったらな、それはそれでなんか面白かったのかもしれないねっていう感じはしますね。うん、この AI 設定はちょっと面白いんですけどね。うん、まあそんな感じですっていう感じですかね。うん、まあいいでしょう。はい。じゃあそのくらいの感じです。で、もちろんね、文句を言ってるやつは、面白くなった時は絶対ちょっと言わないとダメだなと思ってるんで、その辺はご安心ください。言いっぱなしで面白くなった時はだんまりって、そんなことはちょっとなるべくやらないように、人間としては、あれしてますんで、面白くなったら素直に、いや、こっから面白くなりましたよっていう感じはね、ちゃんと言っていこうと思ってますので、今後を楽しみにしましょうということで、花太郎でした。失礼します。